さあ本日はこんな企画を用意しました。ガチ勢に聞く NGT48 劇場周辺の歩き方ということで、本日はこんな方に来ていただきました。じゃん、どうもブンブンファイヤー赤毛団長です。いましたね。はい。赤毛団長さん。赤毛団長です。こんなに赤いのはもうカズレーザーか赤毛団長さんぐらいしかいないですけどね。ちなみに赤毛さんはどちらの方なんですか？あ、僕はですね、東京から来てるんですね。新潟にね。東京から毎週新潟に通ってるんですか？まあほぼ毎週ですね。それはガチですね。そうですね。今日ですね。はい。まあ多分赤毛さんからいろんなメンバーのね、名前が出てくると思うんですけど、やっぱちょっと見てる方はなかなかその顔と名前が一致しなかったりとか、まあ僕もそうなんですけど、ただね、権利関係上ちょっと写真を使ったりとかできないということで、僕考えた挙句ちょっとこんな方を用意しました。どうぞ。どうもよろしくお願いします。いちと申します。出ました、いちさん。はい。なんですかこれは。この方はですね、絵を描ける一般の方です。お。事前にメンバーの絵をね描いてきてもらってるんで、赤毛さんがメンバーの名前出した時にさっと入れ込んでもらおうかな。お。そうすれば僕もわかりますし、ちなみに赤毛さんはどなたのファンなんですか？一番推しメンは誰なんですか？推しメンはですね、私はチーム N3 の荻野ゆかちゃんですね。荻ゆかです。荻ゆかですね。はい。いちさん。早く。いいでしょうか？はい。あ、荻ゆかちゃん。荻ゆか出ましたね。荻ゆかちゃん。荻ゆか、そうですね。あれなんか言いたいことありそうですね。いいですか？はい、髪のこの感じはいいですね。はい、前髪とこの触覚ですね。はいはい、もうちょっとこの辺若々しいかな。いやでもこれ特徴をね、はい、捉えて捉えてますね。わかりましたよ、僕これで。はい、こうね。こんな感じです。ちょっと不満げな感じ。今日あれですよ。このクオリティでいきますからね。あ、本当ですか？いいですか？わかりましたもう。さあ赤毛さん、はい、本日は NGT48 劇場の周辺の歩き方ということなんですけれども、どうですか？そうですね、結構皆さん駅から劇場で終わってしまうこの劇場の周辺にですね、ミュージックビデオですねのロケ地が結構ありますので、聖地巡礼をしてほしいなと思います。ザン、ほら見てください。ここにですね、NGT48 という曲の歌詞になりますね。確かになんか地名がめちゃくちゃ出てるんですね。そうですね、お店とかもあるし、そうですね、地名とかですね。歌詞に出てくる場所をまずは巡ろうかなということですか？そうですね。なるほど。僕今さっきですね、東京から新潟来たんですけど、ちょっと一つやらせてください。はい、お願いします。なんだろう。新潟、西潟ということで、やっぱなんすかこれ、なんすか今のなんすかこれ、知らないんですか？西潟まりなちゃんのキャッチフレーズですよ。いちさん、西潟まりなちゃんですね。西潟まりなちゃん、このメンバーのキャッチフレーズ。じゃそれ踏まえたのでもう一回いいですか？じゃあ隣出しといてもらって。出しといて。はい。いきますよ。はい。新潟。もう慣れたことですか？もうね、ここは本当に第二の故郷なんですね。NGT48 の。あ、このスクランブル交差点ですね。ガルベストン歩いてラブラ2、はい、ね、ラブラ2がこの左手にありまして、まあ、上から見たこのラブラ2、そうですね、ここに劇場が入ってるんですね。ここに劇場が入ってますね。はいはい、この通りなんです。まさにガルベストン通り。あ、この細いこの通りが、そうです、これガルベストン通りありましたかね。あ、ありましたね。この通りなんですけれども、劇場の前の通りですよね。はい。これ今歩いてきてこれですね。ああ、確かにガルベストン通り、バンダイシティ研究生公園の名称にもなったぐらいのガルベストン公園ですね。ちょっとすみません、全く関係ないんですけどいいですか？今日陰に来てようやく分かったんですけど、サングラスハートが出てるんですね。あ、なるほど。これ劇場で目立ちますね。これ劇場でやっぱ愛を伝えるためにですね。赤毛さんすげえな。いや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 、なんだこれ。普通ですよ。ここから近いのがですね、ラーメン南はそこ。ラーメン南はそこ。あ、歌詞通り。そうですね。こっち。ラーメン南はそこ。ガチ勢のもう結構みんな行ってる。みんな行ってますね、やっぱりね。ちなみにあれですか。なんでしょう。劇場投げたことあります？なんすか劇場？いや、劇場を投げたことはない。そんなことできないですか？いやいやいや、そういうことじゃなくて、劇場の公演。自分の推しメンが出てる公園に投げる。おひねり的なことですね。おひねりじゃない。何ですか投げるって。投げるというのはですね、申し込むということですね。この公園に投げる。投げて当選した。落選した。投げるっていうんですね。ガチ勢の間ではもう一般用語。一般用語。共通用語。共通用語です。そういった意味で言うと、僕はちょっと投げてないですね。投げないとダメですね、これ。なら人生で一回も投げてないですね。これまたさっきの場所戻ってた感じですね。バスセンター、本当にバスが止まるような。知ってますね、皆さん。あれですよね、バスセンターのカレーって言って、新潟県民の間では有名な。有名です。カレー屋さんですけど。そうです。そして NGT オタクの中でも、もう今や有名な。青春時計の MV でここをバックにですね、ここをバックに手をつないでですね、こんな感じですね。こういう感じですね。ここで言うとですね、おにぎりことぶき屋、おにぎりことぶき屋、あそこですね。おにぎりことぶき屋さんですね。遠征ではですね、ここで買ってバスに乗るっていうのが定番になってます。さあ赤毛さん、はい、次はどちらに？そうですね、まあ、ちょっとバンダイシティを少し離れましてですね、はい、信濃川安らぎ亭、この辺を行ってみましょうかね。歩いて行ける距離なんで、ぜひ気になるメンバーっていらっしゃいます？あ、僕ですか？はい、カトミナちゃんですね。カトミナ、カトミナちゃん、あ、いたいた、カトミナ。もうね、この時金髪だったんですけど、もう戻っちゃってますね、今。もうちょっと時代が遅い。時代がね、ホームページ見てね、一生懸命書いたんですよね。ああ、そう、まあ、そう、しょうがない。そう、着きましたね。はい、着きました。ここはね、新潟の憩いの場、安らぎ亭でございます。信濃川安らぎ亭。そうですね。この先ですね。もうね、コアな人だったら、あの柵をですね、見ただけで。連想できるんじゃないでしょうか。ちょっと待って、柵を見ただけで。柵を見ただけで。登んないんですか、まだ。ここから楽しむんですよ。まずね。連想して楽しむんですよ。やっぱり柵なんです。柵、何なんですか。あそこの前で、高倉萌香が。いたなと。高倉萌香。高倉萌香ちゃんですよ。いちさん。高倉萌香ちゃん。高倉萌香ちゃん。おかっぱちゃんですね。マックス時でセンターを務めてるんですけれども。あそこで撮影がされたということですね。あ、ロケ地ってことですか。そうですね。なるほど。はい。いやもう早く見たいんですけど。巡らせて、でやっとここ、やっぱりね、ここ、ほら、いいですね。いいでしょ。これはね、もうここは聖地ですね。感慨深いですね。ここ来ると。あ、今じゃだいぶこう浸ってる感じですか。浸ってますね。そうなんですね。ちょっとね。ちょっとね、黙っちゃいますね。ただの真っ赤な人が川見てるだけの映像ですね。景色は綺麗なんですけどね。